の子の質を任せろってくらい振ってあげればいいのに。レイくん楽しかった。明日も遊ぼうね、レイくん。なんでお前はカズキのことパパって呼ぶんだ。パパは男だよ。ミリは助けてくれたもん。本当の父親は？困った時に助けてくれるのがパパなの。わかった？